はい、皆さんこんにちは、ペトでございます。ワールドスタジアム5、今日もやってまいりたいと思います。本日の試合は阪神巨人の17回戦、先発ピッチャー星野さんとジャイアンツはメイさん、スタメンはみんな上がってきたけどね、勝則さん絶好調やね。まあ、このちょっとここだけ変えましょうか。たまには勝則さんね、出してあげたいんでね。はい、というわけで、阪神巨人17回戦参りましょう。さあ、まずは星野さんですね、先発の。外への球、まだ見逃しました。ワンストライク。2球目カーブ、これも入りました、ストライク。3球目魔球、ベース担ぎました、3球三振。ここは初球から払いました。2球目、これは外れたボール。ああ、上坂さんの頭の上越えてきました。センター前ヒット、ワンアウト一塁で清原さん。初球打ち、打ち上げました、右中間のあたりはライトフライ、ツーアウトで松井さん。引っ掛けたセカンドゴロ、上坂さん掴んでファーストへ送球、スリーアウト。ジャイアンツは初回ランナー1人出しましたけども無得点。1番センター赤星。さあ、先頭バッターの赤星さん、初球打ち詰まった当たりが幸い、センター前ヒット、ノーアウト一塁。さあ、ここは初球見逃し、取り成功、ノーアウト二塁で上坂さん。上坂さんもセンターへ、センター前落とします、センター前ヒット、連続ヒットで一塁三塁。文心君登場、文心君センターへ、センターオーバー、上坂さん三塁を回る、ホームイン、文志君三塁へ進む、スリーベースヒット、タイガース2点の先制となりました。そしてクルーズさん、クルーズさんはこれはファーストフライとなる、これではランナー帰れない。広沢さん、いい当たり、レフトへ入りました、25号ツーラン。初球打ち見事に振り抜きました、打球はレフトスタンド最前列へ。さあ、このホームランでタイガースは4点の先制。そして坪井さん続けるか、初球は外のターン見逃しました。今度はボールになる球、3球目引っ掛けたけどここはライト前へ抜けてきます。ペレスさん右打ち、ライトへ大きな当たり、これも入った、26号ツーラン。タイガースは初回からホームラン攻勢、広沢さん、そしてペレスさん。さあ、このホームランでタイガースは一挙に初回6点、まだワンアウト。今日はスタメン出場、勝則さん。勝則さんはショートゴロ、ツーアウト。9番まで回りました、星野さん初球打ち、センターの前に落とす、星野さんもヒット、赤星さんまで回りました。ここはセンターフライ、松井さん前進して取りました。初回タイガースは6点の猛攻、
さあ星野さんは2回、江藤さんからちょっとごめんなさい。よいしょ、ごめんなさいね、ちょっと喉引っかかっちゃってすみません、マイク切っちゃいました。ああ外れた、これもボール、今度はストライク、これも外、外3球で三振、6球使ってしまいました。高橋由伸さん、魔球、魔球打った、センターへ、センターライナー、ツーアウト。7番ショート、三岡さん打ち上げました、初球打ちレフトへのフライ、クルーズさんへのイージーフライ、スリーアウト。ジャイアンツは2回の表三者凡退。さあタイガースは2回の裏2番からですね、センターへのヒットを打ってる上坂さん、ああここは初球打ち、天ぷら外、バトン先端ですね。で文心くん初回はスリーベース、文心くん今度は右中間抜けてきました、セカンドストップ、ツーベースヒット。そしてクルーさん第1打席は詰まりました、ファーストフライ、今度も詰まった、これではタッチアップできない、ツーアウト、ランナーは二塁。広沢さん第1打席はレフトへ引っ張ったホームラン、これもいい、レフトへ引っ張った、伸びる、2打席連続とはいきませんでしたけども、レフトオーバーのヒット、7点目。坪井さん、あ坪井さんはタイミング合いませんでした、セカンドゴロ、スリーアウト。2回の裏のタイガースは1点追加、7対0としております。メイさんは代打出るんでしょうか。空振り三振、あ代打出ません。ピッチャーメイ、引っ掛けました、おー上坂さん弾きました、セカンドのエラー。西、空振り三球目、踏み込んでいる、今度はボールになる球、外、空振り三振、4つ目の三振。2番レフト清水、打ち上げました、右中間へのフライ、坪井さん取りました、スリーアウト。ジャイアンツはランナー1人出しましたけども3回の表も無得点。さあタイガースは今日ホームランを打ってるペースさんから、ペレス、あー初球インサイド詰まりました、センターへのフライ。8番キャッチャー勝則、外のボール2つ空振り、うん、打球に勢いがありません。勝則さんセカンドゴロ、2打席凡退。そしてセンターへのヒットを打っている星野さん、あここも打球方向はいいけどショートゴロ。タイガースはこの回三者凡退、3回終わりまして7対0、タイガース7点のリードで中盤に入ってきます。3番ファースト清原、センターへ打ち上げました、赤星さん掴んでワンアウト、松井さん、センター松井打ち損じました、セカンドゴロ、これでツーアウト。5番サード江藤、
張りましたけど、クルーさんへのライナー、スリーアウト。ジャイアンツはクリーンナップからでしたけども三者凡退。4回の裏タイガースは再びトップ赤星さんから三度ですね。さあレフト線流しました、レフト前ヒット。2番セカンド上坂取り成功、ノーアウト二塁。ああ上坂さん上げすぎました。ああタッチアップ失敗、ツーアウトランナーなしとなりました。文心くん登場、流した打球吉本さん取れませんでした。今日はノーヒット。クルーズさん取塁成功、あクルーズさんは詰まりました。今日はクルーズさんが制裁を書いております。4回終わりました、7対0のままですね。ちょっと守備変えちゃいましょう。神坂さんレフトにして、クルーさんのところにシュータ君入れます。ああで声ね、うん、はい。さあ文心君がセカンド、シュータ君がショートというね、開幕時の布陣に戻してきましたタイガース。うん、ここは魔球外れました。もう一球魔球、今度は魔球を打ったレフトオーバー、上坂さんの後ろを越えてきました。サブシンコを追いかけてタッチアウト、ここは2、3塁ナーで挟みました。決まりました、ショートゴロー、ツーアウト。番キャッチャー文心君ダイビング取りました、スリーアウト。5回の表ジャイアンツは、3者とは言わないね凡退ではないからね、あれ3人で終了。広沢さん初球手を出してしまいました、ファーストゴロー。坪井さん、坪井さんはこれは落としました、センター前ヒット。さあペレスさん、7番サード、ペレス、ランナーはセカンドへ進塁。さあ得点圏、勝則さん、あライトライナー、勝則さんも今日はいい当たりがありません、ヒットが出ません。7対0のままですね。さあここでメイさんはようやく交代、マルちゃん登場。星野さんも先ほど打席が回ってればね代打考えたんですけど、ファースト間に合いました、文心くん横飛びしましたけどもここはアウト。セカンド西、サードゴロ、間に合った、間に合わない、セーフ、判定はセーフ。2番レフト清水、落ちません、レフト線、これは切れます、ファール。魔球発動、見逃し三振、5つ目の三振を奪いました。さあ気づけば星野さんは1点台を割っております、防御率。清原、見逃し三振、6つ目の三振を奪って6回の表終了。星野さんは6回をゼロに抑えるピッチングで、ここで、ピッチャー向こうはチョンさん。さあタイガースも代打、まず
平下さん行きましょう。檜山さんはちょっと周太君の代打ですね。平下、はい、平下さんセンターへのヒット、セカンドへ向かいます。ツーベース、ノーアウト、ランナーは二塁。赤星さん、赤星さんもバトン先端、これもツーベースコースか。あー、ここアウト。しかし8点目入りました。上坂さん引っ張って、これはレフトフライ。文心君登場、今日は3安打、ホームランが出ればサイクル。あー、ここはインサイド詰まりました。セカンドゴロでスリーアウト。6回の裏タイガースは1点追加、ようやく追加点、8対0。さあリリーフは笠井さん登場。ピッチャー笠井、ここ最近ねちょっとリリーフ失敗してたんでね、まあ、前回はなんとか。見逃し三振、さっき三振。5番サード江藤、かからない。スライダー見逃し三振。高橋由伸さん、高橋、由伸さんも見逃し三振。笠井さんは2、素晴らしいピッチング、ラッキーセブン、ジャイアンツを三者凡退。さあここで代打、平野さんいきます。代打檜山、ここは打ち上げました。あー、ファールは切れました。助かりました。これも乗せるけどファール。引っ掛けました。清原さん横跳び、ファーストへ送球はアウト、ワンアウト。広沢さん今日はホームラン1本。広沢詰まりました。ショートゴロ、ツーアウト。坪井さんは今日は2安打。ライトへ、ライトフライ。ここはチョンさんの球を捉えることができませんでした。ラッキーセブンのタイガースは三者凡退。さあ、変えましょう。沖原さんを、6番に戻していきます。で、檜山さんね、もう一回回るかもしれませんので、4番のライトで。さあ、笠井さんは2イニングス目。二岡さん払います。打ち上げました、センターへ。赤星さん取りました、ワンアウト。8番キャッチャー村田、インサイド空振り三振。ハイペースで三振を稼ぎます。そして代打不調の吉永さん、代打。8回目は誰が上がるんだろうね。見逃し、魔球発動、5つ、なんと2回で5つの三振を奪っている笠井さん、超ハイペース。さあリリーフは、あ、ミサさんね、体力がまだちょっと余ってました。さあペレスさん、第1打席でホームラン以降はおとなしい。おー、インサイド流し打ち、ライト線フェア。さあセカンドへ、ツーベースヒット、ギリギリセーフ、ノーアウト二塁。さあここで代打、平尾さん行きましょう。代打平尾、
さん戻りました。フィルダースチョイスですね。さあ、笠井さんはライト前ポトリと落としました。ノーアウト満塁。さあ、越さんは内野ゴロ、ファーストへ送球、その間に9点目が入りました。そして上坂さん、わあ、打ち上げた、ショートフライ。ムンチン君はホームラン出るか。文心くん詰まりました。ショートゴロ、スリーアウト。今日はホームラン出ませんでした。8回の裏タイガースは1点追加、9対0ですね。はい、守備交代、矢野さんキャッチャーですね。はい、参りましょう。9回表ですね。ごめんなさい、西さんから思い切りパター、これは切れます、ファール。見逃し三振、6つ目の三振。2番レフト清水、打ち上げました。さあ、レフトクルさん、上坂さんが追いつきました。ツーアウト。清原さん、清原さんは今日3打席ノーヒット。清原、セカンドゴロ、ゲームセット。さあ、笠井さん今日は完璧に抑えました。ジャイアンツ完封負けですね。ああ、今日もね、広沢さんとペレスさんにホームラン出ましたね。はい、というわけで9対0ですね。2桁得点とはいきませんでしたけど、星野さんが勝ち投手、明さんが負け投手、笠井さん3回投げてセーブがついております。広沢さんの25号とペレスさんの26号が出ております。卓球場、スワローズを、ね、対象7対2、ニューマンさんが勝ち投手、川村さんが負け投手で、もう一つの試合はカープ、横山さんからか、シュルソムさんですね、川上健進さんが負け投手となっております。さあ、これで73試合終了。はい、星野さんが15勝目ね、メイさんは10敗目ですね、笠井さん24セーブ目、ジャイアンツは今日は三振が非常に多い試合でしたね。で、タイガースの方はクルーズさんがもう3打席ノーヒットだったんでね、途中交代してしまいましたけどね、代打の平下さんもヒット、それ以外はね、みんなヒットを放っております。広沢さんとペレスさんは2安打ながら1本ずつホームランを打っていますね。今日は完封リレー、星野さんもまた、防御率1点台割ってきました。はい、ということで9対0で、3連戦終了ですね。では、終わりましたんで、戦績ですね。マジックはどうなったでしょうか。31まで減らしました。で、ジャイアンツ戦は17連勝、次はスワローズとですね、これもまた3連戦でしたね。で、打率はまた上がりました。4割8分1厘、ホームランは246本、分身軍がちょうど70本なので170本ですね。それを除いても盗塁は355、得点1000本で86の、失点は110、防御率 1.51。 さあ、 1.5 の壁がそろそろね、割ってきそうな勢い。打者トップ10、打率は分身軍6割9分6厘、相変わらず6割台後半を維持。
そして、クルーさんがね2番手5割5分6厘ですね。でホームランはクルーさんが現在74本でトップ、文心君、3本打った試合がありました。72本まで追い上げております。また2本差、檜山さんは30本、ペレスさんが4位タイですね。松井さんと並んで26号を放っております。そして6位に広沢さん、打点になるともうペレスさんと広沢さんもね、上がってきます。檜山さん含めて3人が100打点近くなっておりますね。で盗塁、さあ盗塁は赤星さんが135、まあダブルスコアにまでは及んでおりませんけど、もう200盗塁完全に視野に入ってまいりました。文心くんが47、坪井さん、矢野さんが20というところですね。出塁率で、安打、クルーズさんまでが200本超え、塁打数、文心くん678、クルーズさん510、あとは200台中盤ですね。矢野さんもね180にまで来てるね。さあ二塁打はもう文心くんが圧倒的、102塁打いきそうな勢いですね。三塁打は平下さんが4のまま、文心くんは47、単独ですね。もう完璧ですね。打点、勝利打点もそうですね。三振、清原さんが43、高橋俊馬さんが41、ジャイアンツの2人が40台、フォアボール、あ、吉野さん結構フォアボールも選んでるのね。で犠牲フライになるとクルーズさん、檜山さんとかが出てくるけど、ラミちゃんが14本でトップ、併殺は矢野さん、まあまあ9からは増えてないからよしですね。はい、ピッチャー行きましょう。防御率トップは、あ、まだ笠井さん出てこないね。星野さんが 0.97 ですね。カジさんがもう2位に上がってきました。ハンセルさんは、1失点したんかな、ちょっと下げたんですよね。で福原さんまでが1点台で、今のところ先発は3番手まで投げております。であと福原さんと藤田さんが投げてませんから、勝ち星は14のまま15になる可能性があります。負けトップは黒田さんと山本昌さん、そして明治さんが3位、セーブは笠井さん24セーブ、遠山さん20セーブね、ヤブさんが12セーブ、セーブポイントもヤブさんは勝ちが1個ありますから、セーブポイントとしては13、奪三振、カジさんが103でトップ、星野さんは、今回まあまあ取ったんですけどね、92、笠井さんが5三振かなんか取って78まで上げてきました。ハンセルさんは89、完投は6つでハンセルさんと伊藤智人さん、試合数もそうですね。で、投球回になるとこの前上原さんが2回ノックアウトだったんで、ハンセルさんと上原さんの差は2に縮まりました。失点、自責点、被安打、被本塁打、ファーストさんが結構食らっている、フォアボールになるとバンチさんね。はい、というわけで、以上が現状の戦績でございます。次回からはスワローズとの3連戦、そしてドラゴンズとの2連戦とカープの3連戦と続いていきます。今回もご視聴ありがとうございました。それではさよなら。